あ、痛い痛い。はい、大丈夫。痛い。若い頃は大丈夫だったけど、もう今の年齢だと結構こういうのダメだよ。あの、痛みが効かなくなってきてさ。そうなの、ね、いやいや、あの、このさ、まあ、タカちゃんにもよく出てもらってますけど、一応山内周一のYouTube というね、ことになってるんですけど、これ知ってる？チャンネルっていうか、このトークするコーナーになんてタイトルついてるか、今。うん、山内周一。うん、そう、山内周一まるまるってついてる。おっしゃるなんとかみたいな。それはチャンネル名かな。番組名、番組ってことじゃないんだけど、もうこんなの番組じゃないんですけど、違う。山内周一まるまるトークって。インターネットトーク。あ、そうそう。かっこ悪いなと思って。インターネットトークね。いや、お、仮だとしてもなんでそれつけたっていう、うん、長いし。そうね。というわけで YouTube トークとかじゃない。まあね、まあ仮につけるにしろそうだったよね、うん、インターネットって、まあ、インターネットですけど、まあ、2020年にさ確かにねインターネットって言わんでしょと、そうだね。なんかウェブとかあるじゃん、うん、ウェブトークとかね、うん、ウェブトーク、まあそうね、まだそうよ、うん、というわけでタイトルをいずれ変えようということで、インスタグラムで、こんなタイトルにしたらどうかっていうのを募ったんですよ。結構いただきました。なので、まあ、ちょっと一緒に考えてこようということで。何、これはね、カタカナでね、まずどんどん読んでいくよ、うん、週一リモート討論会、うん、まあリモートってつく、うん、まあまあ見てくださる皆さんからしたらリモートだからいいのか。そうか。次、オンライントーク、うん、まあインターネットトークよりはいいわな、うん、山内周一オンライントークだったらいい、ね、なんだろうね、その差はね。あともう一個はリモートトーク、まあ、ちょっと色気ないけど、ね、まあリモートークとかでもいいのか、うん、そうするとちょっとアメトークっぽいけど、ああ、まあリモートークとかいいよね。じゃあ山トークでいいじゃんね。ああ、山トークないね。あとこれね山内そうだ、今から俺とトークしないっていう。これ何？わかんない、なんか元ネタのアルファベットに E がついてるけど、そうだ、今から俺とトークしない、ちょっとしつこいけど、けどこれぐらい砕けててもいいかな、うん、週一まったりトークライブ、あんまあテンションはね、だけどまったり、ね、まったりっていうのはいいかもね。まったりってつくと、うん、まったりしたもんだって見てもらうからハードルが下がる。そうね、まったりちょっとまったりいいね、生かしていこうか。あと山さんネットオーク、はい、うん、やっぱネットね。次はね、拳で届ける。ああ、見てくれてる人が、ね、拳さ、これちょっといいですか拳作りすぎやさ、これあざになっちゃってさ、これ、ほら紫色にわかる、あざになっちゃって、これ明らかにさ、このほら、あ、カメラで見るとやばい、拳これ骨いってるかもしんない、うん、骨言わせてるかもしんないやってるんですけど拳で届けると、うん、あと次、ウッチーチャンネル。ウッチーチャンネル、はい、ああ、いいね。次、最後あと2つね、週一、週一は名前の週一ね、カタカナで週一の、週一のお楽しみ、だ週に1回アップするなら、まあこれでもいいかな、うん、まあ、週1と週1かけるのは確かにセンスあるね。ペース固定されたね。いや、そう、そこがね、うん、俺はだって毎日上げていくつもりだからさ。これ今どれくらいのペース上げてんの？週に2、3本上げてますよ。週に2本とか。じゃあ週1の週に2、3本のお楽しみそれただかただの報告じゃん説明じゃん、概要欄でしょ。そうだね、うん、最後は、取り立てふざけんなよ鳥、いや、鳥がわからないいや、そう山内周一のインターネットトークから急に変わってさ、鳥って一文字でしょ、一文字でしょ。あー、でもそのぶっ飛び方面白いな、意味がわからない、一文字で鳥って書いてさ、誰が見るんだよ、鳥を。まあ、鳥は見るもんか。まあ、なんかもう、いろいろ知った上でね。あ、そうだね、知ってくださってる方だね、うん、まあ、僕 LINE をやってるんですけど、うん、LINE が鳥っていう名前でやってるんですよ。そうだね。で、これはじゃあ身内じゃん。いや、これでも鳥っていう名前なの、結構皆さん知ってくださってるか、うん、あのニコキンとか見てくださってる方がさ、うん、だって俺街でさ、もう俺みたいなもんにさ、うん、声かけてくださるのか稀だし嬉しいんだけど、もうほんとごくごく稀に声かけてくださる男性の方、大概あの鳥さんですよねだからそのインターネットのね、別の前やった番組に鳥として出てるから、
山内って名前知らない方が結構多くて、どう鳥だよみたいなさ、鳥がいるぞみたいな。俺朝方さ、朝4時半の新宿でさ、始発を待ってる時に鳥だって言われてさ、誰だろうと思ってパッと見たらさ、鳥ファンの人ってさ、声かけてます。鳥ですよね、鳥さんじゃない、鳥ですよね。鳥です。だから俺も、はい、鳥です。いや、ありがたいけどさ、鳥だけだとね。なるほどね、いろいろもらったわけね、うん、もらったわけ。まったりちょっと生かすか、うん、なんか、タカちゃんもあるやつ。いや、俺のあれは別にいいけど。いや、でもタカちゃんもわかんないけど、なんかまったりはいいね。まったりはいいね、うん、リモートとかオンラインとかもいいんだけど、ちょっと硬くなる。うん、なんか今だけ感がちょっとない。そうだね、拳で届ける。拳もでも、これ骨もし言ってたらもう今後拳作れないからね。拳はどうなの。でもそんな押さなくてもさ、ちょっと触ってみてくんない。いや、わかんねえって。いや、触った方がわかるから。いや、普通の手だわ。まだまだ足んないかな。もっと作んなきゃいけないかな。でも本当に骨多分折れるぐらいのことやってるんですよね、毎日。うん、だからいつも折れてもおかしくないし。もう折っちゃえよ。まあね、最悪ね。最悪っていうか、折っちゃうとでかくなるからね、治ったの。もうちょっと、それは、そうだな。うん、まあでも、全く共感ができない。パンチで拳を折るなら本望で、拳の折り方としては。もちろん折りたくないけど、拳を折るのであれば、パンチで折りたい。病院って、なんで折れたんですか？パンチ、ちょっと出してて。うん、拳で届けると、まったりは気になるな。まったり届けるみたいになっちゃうか、そうすると。普通？鳥、いいね。鳥、鳥いいな。鳥トーク。鳥トーク。由来がもう分かんないじゃない。鳥の説明がないんだもん。そっか。鳥って、だから由来をよく聞かれるんだけど、なくて、ノリで決めちゃったのよ。由来なんて別に名乗っていいじゃん、その説明しなくたって。後輩のさ、あのトクくん分かるでしょ。トクくんの今ツイッターがさ、あれ高校球児ってコンビじゃん。高校球児トク高太郎で普段やってるんだけど、今名前が違くて、高校球児トクかっこ久喜天新越谷って名前になってて、ツイッターのね。由来を聞かなきゃいけないじゃん、うん、なんでってなるじゃん。もう説明めんどくさくて、俺お酒やめたんだけど、人がお酒飲んでるのも好きだからさ、この前なんか朝空いてるって言うから飲もうよって言って、俺はこのノンアルコール飲むんだけど、徳ちゃんにお酒買ってあげて飲んでたら、疲れてたらしいのよ。どうもすごいいっぱい飲んじゃって、東京、うん、東京の方で飲んでて、徳ちゃんお疲れって言ってお酒飲んだ後に言ったら、1時間半ぐらい寝過ごして起きたら埼玉の空気だったって。東京から埼玉行っちゃったんだ。だからツイッター開くたびに名前が高校球児特かっこ久喜新越谷になってることやって、俺は酔っ払って寝落ちして久喜まで行ったんだって事実を思い出せるようにっていう意味でつけたの。別に思い出さなくていいじゃん。まあ戒めね。戒めこういうほら説明しなきゃいけない。うん、まあ徳ちゃん、あの携帯の待ち受け、あの久喜の待ち受け。そうだ。俺が携帯開くたびに久喜に行ってしまったってことを思い出すように。とりあえず東武線クッキーで検索して、うん、クッキーのホームの画像をダウンロードしまって、これ待ち受けにしなっつって。今徳ちゃんから待ち受けクッキー。そうだ、さっき電話来たよ。山田さん、もう待ち受け変えてもいいっすかみたいな。携帯開くたびクッキーが蘇るって。そうだね、うん、疲れそうだね。疲れるって言ってた。疲れた時の記憶は、うん、ちょっと鳥の由来を説明しなきゃいけないからな。まあでもインターネットトークはやめよう、うん、かっこ悪い。山さんのまったり、まったり、トークライブではないもんね。トークライブはロフトさんでやるもんじゃないですか、うん、ライブじゃないから、ね、ライブじゃないしね、うん、山さんのまったり録画。インターネットトークとあまり変わらないか。そうだ、うん、こぼしで届ける、まったり届ける、まったりこぼし。まったりこぼし。か、
これ鳥と拳くっつけて鳥犬っていう新しい言葉つける。あ、鳥犬ね。山さんのまったり鳥犬がすごいね。水犬みたいなね。あ、いいね。水犬、邪犬、鳥犬みたいな。そうそう、どういうことだと思う。なんか武術の一つみたいだね。難しいな。でもなんかこう略せるのがいいね。あ、そうだね。うん、山内 TV みたいなね。シンプルだね。やっぱ再生数稼ぐにはあれじゃない、あの大好きツゴの一人が面白トークをする。全部説明しちゃってるなんだろうね。なんかないかな。一回じゃあこれはさ、確定じゃないけど、うん、山内秀一の鳥犬にしてみる。いいよ。鳥の拳って書いて。いいじゃん。これで再生数みたいなのがガクッと減ったら戻しましょう。鳥犬に。鳥犬トークにする？鳥犬トーク。鳥犬トーク。俺もうやだな。鳥犬トークにしよっかじゃあ。これ全くその拳に興味がなくなった時。そうなんだよな。トリケン、トリケン。これも今山さんの一番ホットな、ホット趣味でしょ。じゃあ番組名ってさ、でもコロコロ変わっていくのにしようじゃん。なんか定着はさせないの。いいの。だからトリケン飽きたらなんかまた普通にこうさ、うん、なんかキャンプとか余ったらなんかキャンピングタイムみたいな感じでいこうよ。じゃあいっかね、それで。山さんの番組だから好きにしたらええよ。じゃあトリケンね。うん。うん、それでいこう。じゃあ決定、うん、山内秀一の、まったり鳥犬。ちょっと一回言ってみて。山内秀一、山内秀一のまったり鳥犬始まります。はい、いいね。じゃあこれでいきますということで、皆さんたくさんありがとうございました。今後とも、山内秀一のまったり鳥犬をよろしくお願いします。これ本当に青いからね、すごい痛そう。